いつ切れた？俺一人でずっと喋っとったんやけど。D さんお疲れっす。ずっと一人で喋っとったな。こっからね、あと10分ぐらいかな。例の場所まで。レッツなゴーで切れた。レッツなゴーで切れたんだ。待て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 、雨が降ってきたぞ。少し。おい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 。大丈夫か？まあ小ぶり、小ぶりだけどね。めっちゃ後ろの車が煽ってくるんやけどこれ。近くがさ、峠になってるからさ、走り屋の兄ちゃんとか多いよね。ブレーキ踏んでもいいけどさ、それで事故ったらね、10対0にはならないからね、絶対。こっちも確実に過失が出てくるからね。大体事故ってさ、ほら10対0ってまずならないらしいからね。9対1が最高だらしいから、もう車でそこで運転して存在してますっていう時点でもう1になるらしいから。そうなんよ。だから保険屋さんとかに言っても絶対10対0にはならない。9対1。どんなに自分があの、もう何も過失がなくても9対1なんだ。だから 1は絶対自分も補給なわけじゃん。まあでも保険に入ってたら別にな、そんなね、何も問題ないよね。さあ、だんだん山道に入ってきました。山道っていうことでもないか。そうそう、保険屋さんとね仲良くなってたりしたらね、結構うまくやってくれるよ本当に。俺もね一応知り合いのとこに入ってるよね。でね、そのあんまり知らないその保険の組み方っていうか、やっぱりみんな知らないでこう組んでるけど、そのこうしたらもうちょっと安くなるよみたいな、そのアドバイスとかね、やっぱりしてくれるからね。普通はそこまで しないでさ、やっぱもらえるもんはもらおうと思ってやっぱり契約するじゃんね。無駄なやつ省いてさ。やっぱ自分の車と人間と、あとぶつかったものとかさ、ぶつかった人車、そこの保証はやっぱりしといた方がいいだろうけどさ、あと特約がついてるやつとかね。まあ保険の口座じゃないんだけどさ、今ね。もうちょっとですね、でも
もうちょっとですよ。もうちょっとだけど、俺しょんべんして、しょんべんしたいわ。どうしよう。いやー少しね、やっぱり雨降ってきたよ、本当に。大丈夫かな？俺さ、今日 YouTube でさ、あのハリガネムシって知ってるかな？ハリガネムシっていうのを見てたんやけど、めっちゃ気持ち悪いね、あれ。本当に体がね、ゾクってするぐらい気持ち悪かったよね、あれ。ハリガネムシって多分みんなあんまり最近の人とか特にさ、虫なんて触らんからさ、知らないだろうし。俺とか結構子供の頃とかね、見てたんやけど。そう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 、それそれ。あれがさ、カマキリが例えば5、6センチのカマキリだったとして、ね、20センチぐらいのなんかミミズみたいなさ、うにょうにょしたやつが出てくるんやね。マジきしょいから。しかも俺が見たやつが、その長いやつが腹の中からさ、6匹出てきたからね、6匹。ほんとおえつ。こんな話したらさ、気持ち悪いっしょ。いや、もうあれは気持ち悪かった、ほんとに。てか、カマキリさ、あんなの入ってなんもないのかなと思った。しかも、川とか水がある場所で寄生するんやけど、カマキリを、気持ち悪いでしょ。カマキリをね、誘導するんよ、川の方へ。体の中から。これどうやってするんかなと思うよね。だからもうあれカマキリ自分の意思じゃないよね、正直。で、寄生されたら生殖機能をなくすらしい。はい、もう着きます。このトンネルを抜けたらもう着きますよ。はい、このトンネルの先ですね。怖いでしょ。まあここね、開けたらね、着きますけど。ちょっと待ってね、懐中電池をね、電池を、トンネル苦手。てかね、誰もいないトンネルはね、やっぱちょっと異様ですよ。いや、これはね、車がね、入れないようにしてる。
これさ、500円のめっちゃ安いやつだったんやけど、壊れないっしょね、これね。向こうで壊れたら話ならんのやけどね。大丈夫か？大丈夫でしょ。待って待って、めっちゃこれね、めっちゃ明るくね、見える？見えないでしょこれね。え、やばくねこれね。暗いよね。絶対暗いでしょこれ。あれ、なんで？聞こえる？なんか大丈夫かな？なんかミュートなったんやけど。ねえ、雨降ってきたよ。雨。聞こえる？聞こえますか？傘持ってくればよかった。
電波？声聞こえないの？あ、聞こえた？いいわ、もうとりあえず行くことは行くよ。行くけど、ちょっと待って。行くときね、これね、光が通らんから、このシチュエーションなんだけど。ちょっと待って。おお、びっくりした。何これ。おお。何これ。何これ。なこれ。ツチノコちゃうっしょ。なんか打ち明けられたもんでしょうけど、これ。ねえ。あったらちょっとありえんっしょ、怖いっしょ、怖すぎっしょそれ。ねえ、なんかいろいろね、草木がいっぱい打ち上げられとるかな、マジで。やばい？ねえ、何このロープ？ねえ。何このロープ？なんか木の上から引っ掛けてね、ほら。首吊りにしちゃでかくね、これ。見える？何これ。初見さんいらっしゃい。でかくない？これ、でも、首吊りにしては。でかいよね。これほら、木だよ、これ。上の方。え？炭酸っぽいけどね。洞窟着いたよ。ねえ。暗すぎて何も見えん。見える？もう岩だらけや、ほら。これ天井ね。天井の方。わからんだろう。そういうこと？こんなとこで？そういうやつなの？いや、それはね、ちょっと怖いので、後で説明しますね。なんこの形？すごい形してんだけど、これ、ほら。昔？誰かここで遊んでんのかな、じゃあ。岩の影とか怖いよね。なんか誰か出てこないかなって思うんだけど。水こうなの？
です、洞窟。海のとこにある洞窟ですね。なんかすごいよ。しかも俺これね、スリッパで来てるけど、これ地面ね、こんなゴツゴツしてるっかね。すごくね。ここはね、火葬場、火葬場でね、昔火葬場で人間を燃やしてたらしい、ここで。昔の人たちがここを火葬場にしてたらしい、この洞窟。だからたくさんの人がここで焼かれてんだよ。すごいね、これ。すごいよ。結構でかい。これ上ね。これね、10メーター、半径1メー、5メーターぐらいあるよ、多分。これやっぱ遊ぶやつ、これ、ね、遊ぶやつかな、これ。そうなん。え、なに、その情報をちょっと今度知りたいの。ちょっとね、ちょっといい？俺ね、もうちょい見たいんやけど、潮がね、満ちてきてるんよね、ちょっと。めっちゃね、潮がね、満ちてきてるのと、多分これ、あともうちょっとしたら俺帰れなくなるからさ、ここ。え、さっきの生き物何？暗くて見えないからさ。で、雨降ってきた。ちょっと待って、一旦引き返すよ。餌食？なんの？俺が？早い早い。だってさっきさ、来てた時ちょっと先だったけど、もう結構こっち来てるもん。いや、俺ね、船虫もだけど、スリッパだから砂が入ってる、めっちゃもう砂。うわ、雨降ってきた、マジで。雨降ってきたわ。ちょっと一回避難するよ。一旦避難ね。あとね、この近くに自殺があった。聞こえない？聞こえた？一旦ちょっと車の行きますね。うわー、降ってきた。やばいやばいやばいよ、やばいやばい。
ちょっと走ろう。走る走る。やばいやばい。聞こえなかった？めっちゃ雨が降ってきた。